どうもこんにちは、タカです。今回もパズドラ実況の方をやっていきたいと思います。今回は村コレ後半のイベント、ゴッドフェスですね。村コのフォロワー数100万の後半イベント、ゴッドフェス。今回はアンケートを取って上位15体がめちゃくちゃ当たりやすくなってると、まあいつも通り超絶3倍なんですけど当たりやすくなってるんで、このゴッドフェス見ていきたいなと思います。アンケート結果ではヨミが1位、2位にキリン、3位にホルス、まあ、2位と3位は持ってるんで、ヨミとかは、そうですね、まあ、結構サブとして使いやすいんではないかと思ってますね。1位のヨミ、4位に、打点シルシファー、5位が、リョフ、リョフも持ってますね。パンドラ、シバ、大凶消去は、悟空いるんでまあいいとして、他に欲しいやつはベルセポネとか欲しいですね。ペンルシとかいても今の状況だと楽なダンジョンとかできるんかな。そうですね、パーティー的には打点シルシファーは悪魔タイプか、ちょっと忘れちゃったんですけど、悪魔タイプなら今の星空の神域のゼウス行くパーティーとしては欲しいですね。あとはフェス限定とかソニア系とかも欲しかったりしますね。赤ソニアとか闇メタとかですね、無難に強いですね。今回はゴッドフェス、そうですね、5回聞きたいと思います。5回、ゴッドフェス。今回も全部プラスがつくんかな。あとは森がアップしてるみたいなんで、森もまあ当たる可能性がありそうですね。聞いていきたいと思います。聞いていきます。これは2位と3位は持ってるんで、持ってるやつ以外欲しいですね。レアガチャ、いきます、回す。あー頼む、俺の右手が来い。お、来た、いきなり金。お、赤オーディン、幻想グングニール、猛毒持ってるし、これは当たりですね。オーディン結構僕使ったことないんですけど、なんかサブとかでよく入ってるイメージはありますね。幻想オーディン、神タイプ、幻想グングニール、敵全体に攻撃力50倍の闇属性で攻撃し超猛毒にする。確か覚醒スキルが優秀だったりするんかな。でタイプが神タイプと攻撃かな、攻撃違かったか、ちょっと忘れましたね。とりあえずこれは当たりっすね。お、では2回目いきたいと思います。2回目、レアガチャいきます。楽しいな、レアガチャ。いけいけ、来るんだ、金金、いいね、金ラー、あっきらラー。でも今のパズル力じゃ使えないかもしれないですけど、ラー、これがこれを使いこなせば結構一番パズルラーの中では強いみたいな感じのキャラっすね。ラー、ローラーレーザー、敵全体に7777の固定ダメージ、固定ダメージいいっすね、持ってなかったんで。5属性同時攻撃で攻撃力が6倍になる、おなじみですね。ラー、いいぞ、引き運がいいっすね今のところ。3回目いきたいと思います。調子乗って、このまま流れに乗って行ってくれ、頼む、来い。あー銀、銀、おお、
ゴーレム、アースガーディアン。アースガーディアンとか出てきたことあったっけ？モンスター。ガーディアン系自体があんまり引いてないんで。ガーディアン、ガーディアン。これガーディアン系って言ってんかな？グリムロック。うん。ゴーレムは俺か。今回が初ガーディアン？初ガーディアン。結構これまでのガチャが運良かったんで、ガーディアンあんまり引いてなかったんですね。とりあえず気を直して、気を取り直して、4回目いきたいと思います。炎の芝とかアレスとか欲しいですね。いきます！レアガチャ！頼むぞ！今度は左手でいきたいと思います。左手。いけ！来い！来たー！来た！ホルス2体目！ホルス2体目か。ホルス2体目です。キリンも2体いるんですよね。しかもキリンとホルスに関してはキリンはまあキリンとホルスに関しては、2体ずつ持ってるんですけど、1体ずつはまあ今の超絶アップで出てきたんですけど、もう1体ずつは全く関係ない時に出てきたんで、結構まあ多分2体いてもまあホルスとか使えるんかサブとしてあんまりなんか使ってるイメージがないんで、まあまあまあ炎究極進化で炎タイプのホルスと光タイプのホルスにできそうですね。では今日ラストの5回目引きたいと思います。いきます！いいよ！出てこい！銀！おう。ウィンディーネ。これはもう、まあ、ダメだったね。今日ゲットしたモンスター。入手順。うん。変身オーディンとラー、まあ、ホルスも当たりなんですけど、今日当たりはオーディンとラーですね。ラー、うん、ラー。変身オーディンが攻撃タイプやったら嬉しいですね。まだ使っていきたい。うん、ラッキー。今回の、ゴッドフェスは、5分の3で金でした。また神々の王に挑戦したいな、うん、できるだけ早く挑戦できるように頑張りたいと思います。最後に10連ガチャでも引いておこうかな。10連ピット、金金金金金、驚異の金率、金4つ。お、進化の黒面欲しかったんですよね。お、日の宝玉。まだこれは、でも全然、使えるんかちょっとわからないんで、持っとこう。お、また。お、ガブガブ。ガブガブっすね。ガブガブ。グリーンドラゴンフルーツ。緑ソニアとかいたら結構使えるイメージがありますね。よし。では、今回のゴッドフェス、アンケートのゴッドフェスはこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。